ジトーミル市電は、ウクライナの都市、ジトーミル市内に存在する路面電車。2020年現在は、トロリーバスとともに、ジトーミル市の路面電車、トロリーバス管理部門によって運営されている。ジトーミル市内における最初の電気鉄道は1895年に、建設計画が始まり1897年から運行を開始した貨物専用鉄道で、 現在の自東ミル支デのルーツにあたる旅客鉄道は1899年8月22日に開通した。開業当初、この旅客路線は4つの系統によって運行され、1910年代にはさらなる系統の増強も計画されたが、第一次世界大戦やロシア革命の影響で実現することはなく、路面電車自体も一時運行を休止する事態になった。 しかし1921年には運行を再開し、以降は各地の系統の延伸工事が実施されたほか、オデッサの中古車両などによる車両の増備も行われた。第二次世界大戦期には、数軸国側の占領下に置かれるなど児を見るは大きな被害を受けたが、路面電車はそのままも貨物列車を中心に一部区間で営業運転を続けた。解放後、 ト東ミルシデンは復旧工事が行われたものの、当時ソビエト連邦ではト東ミルシデンの機関である1000ミリメートル向けの電車の心臓は行われておらず、戦争で国使された車両の代替は各都市からの譲渡車両によって行われた。1950年までに路線の復旧が完了した一方、1952年までに貨物営業は終了している。 1957年以降は、東ドイツやチェコスロバキアなど、東側諸国の狂気向け電車の導入が続き、路線の近代化が行われたが、1962年にトロリーバスの運転が開始されて、以降は多くの路線がトロリーバスへ置き換えられる形で廃止され、1974年以降は2020年現在まで一つの系統のみが残存している。また、 1977年には車庫が移設され、トロリーバスと同一の車両基地で管理されている。その後、ソビエト連邦の崩壊を経て、ジトーミル市当局は何度か路面電車の完全廃止の計画を発表したものの、それらが実現することはなく2020年現在もジトーミル市内における路面電車の活躍が続いている。2020年現在、児童ミル市電は、 勝利広場電停と、ロのコンビナート電停を結ぶ、全長 6.8km、全線伏線の路線のみを有する。前述の通り期間は 1000mm で、各都市で 1524mm への改め期が、行われたソ連時代もそのままの期間が維持された数、少ない路線である。運賃は、トロリーバスと共に3フリーブニャである。 タトラ T4SU タトラ KT4SU レトロ2020年現在、自童ミルシデンに在籍する車両は以下の通りである。ありがとうございます。